あ、こんばんは。あれ、なんかかわいいかわいいんだけど、なんだなんだ、かわいいんだけど、これ何、オオカミみたいなやつ、赤ずきんギフト、なるほどねなるほど、童謡シリーズか。予想してなかったね、予想してなかったね。こんばんは、こんばんは皆さん。お花も赤ずきんちゃん待ってたよって何何待ってたよ。お花もカズキンちゃんも、カズキンちゃんお花摘んでるからから、えへへへ、こんばんは。みりんが9時半をお知らせします。いい、こんばんはです。そっか、秋かなと思ったけど、まあ秋か。そう、この辺も秋なのか。あ、今日の一番乗りさんはリュリュリュ、あさみさんありがとうございます。そうなんです、今日も10月11日、今日もちょっとで写真集がゲットできるので、ぜひゲットしちゃってください。待ってたよ、待ってたよ、ありがとう、待ってたよ、待ってたよ、待ってたよ、ありがとう。カズキンちゃん秋っぽい。へえ、あ、そう、みんな、なんと私、念願の念願の皆さんにお伝えすることがある、お伝えすることがある、なんとですね、ちょっと待ってね、はい、あれ、あったあった、私オンラインお話し会の追加日程が発表されました。11月11日の3、4、5時間目、11月18日の1、2、3、4、5時間目、そして11月19日の1、2、3、4、5時間目です。3日間追加されました。で、注意が初回申し込みのみの扱いになります。これお間違いなく、私のその
さっきのように追加日程はこちらのやつは初回申し込みのみ有効、1種あたり1点10種類まで。ん、嘘だよね、これ嘘ついてる。1種あたり1点10種類まで、最大10点までだよね、これ嘘ついちゃった。最近メッセージの送信取り消し乱用してる。おいでませ元気さん、福持ちさん、アット SKM さん、ありがとうございます。へいへいへい。そしてそう、皆さん最大10種までです、お話し会の申し込み。イエイ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 。追加嬉しいね、ね、嬉しい。リキュラーイ330813、ありがとうございます。ロキンちゃんさん、ありがとうございます。1月20日の HMV の写真集でお渡し会がある。あ、私じゃない話私じゃないですね、それは。誰、サーヤンの。めぐりあえた、名前呼んでくれてありがとう。こちらこそありがとう、一番乗りありがとうございます。
うの？違うんじゃない？どこ情報？どこ情報？なんかどこ情報だったとしても関係者の方だったとしても分かんないけど、私が言ってないなんかネットの情報とかをなんか鵜呑みにするのは好きじゃないかな。すごい私より信じちゃうものがあるなんて悲しい。可愛くやってみました。はい、まあだったらいいな情報かもね。確かにだったらいいな情報だね。だったらいいな。20日って何曜日だ。私も情報に捉えられてる。あ、なるほどね、次の週ってことか。へえへえ。そうと、なんかそうだな、なんかそう、可愛く言わなくても可愛い、ありがとう、優しい、本当に優しい。なんかでも私多分優しい人に囲まれすぎて、なんかちょっと優しくない人がだいぶ優しくなく見えちゃうんだと思う、きっと。もう落差で落差でみんなが優しすぎるから、きっと。そう、あ、ファースト写真誌のイベント全部紙部だったから今回もねあるといいな。自分も優しいよ、みんな優しい、私のファンの人はねみんな優しい。そう、なんかそう、当たり前かもしれないけど、一回なんかこういうの好きくないなーって言ったのをすごいなんか覚えててくれるっていうか、気にちょっとこの辺の引き出しに入れてきてくれるところとか。そう、私何回も同じことを言いたくない人だから、そうなんだろう、うん、ありがたい、ありがたい、みんなが優しすぎるんだよ本当に。アダフチさん、ジュンさん、ありがとうございます。あ、ペケさん、ありがとう。推しに似る、嬉しい、優しい、そうやって言ってくれるところも優しいと思う。いいな。そう、あんまりすぐ怒ってくる人好きくないから、なんかそう、だから私もそうすぐ怒らない、なんか優しく、優しくされたいから優しくする。私も人に優しくされたいから、メールを送る。
優しさが出て、ありがとうありがとう。自分にも優しくしてね。じゃあ優しくしてね。優しくされたいから、私も優しくするから、優しくしてね。頑張ってください。頑張ります。いいおう。マサノンさん、ウミグマさん、エトケンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そうだ、そうだ、私10時からだと思ってた。9時からだった。ちょっとみんな星投げに、こうかのんちゃんのところに、なんかさ、星投げのさ癖でさ、ついついさ、あのなんか連打しちゃうよね、入った瞬間に。わかる、わかってくれる人いる？入った瞬間に10個投げなきゃみたいにさ、わかる、わかってくれる、わかってくれる。あ、すごい、今1位じゃん。なんと、これショールーム部門なの？すごい、これショールーム部門は、これ審査過程の参考とさせていただきますか。直接的に合否には関係ありませんって書いてる。まあ応援してでも無駄はないし損はないしね。キラキラ星難しいよ、使い方。あとはかのんちゃんの、この方に任せ、私は投げて。ふん、どこ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 、帰ってこなさけない。
て優しい新潟さん、優しいよっこさん、ありがとうございます。ありがとう。昨日ね、そうだ昨日ね、あね昨日はね泡風呂したよ。あわあわしてきた。楽しかった。してきた。ナイスアワーワーって、そう、ナイスアワーワーでした。私。ごめんね、本当にメールがなくってごめんね、本当にごめんね。メール打ってます。そんなやらなくてもありがとう。優しいね、優しい。ありがとう、ありがとう。みんなこんなに黙ってるのに自分のコメント読まれないって怒んないでね。先に言っとくけど、コメントいっぱいしてもらってって嬉しいし、なんか申し訳なくなってきたから、逆に申し訳ないから言っとく先に。
て、ここに入れて、そう、こんなにこんなにずっと喋ってるわけじゃないのに無視されたとか思わないでね。申し訳ないよ、ごめんね。全部読めたらいいんだけどね。ちょっとごめんね。そう、無視してるわけじゃないからね、先に言っとく。申し訳ないから言っとく。ヒータンさん、ありがとうございます。ちょっと写真集は別です。そう、まあ写真集は別枠です。ただいまこちらのショールームから写真集を予約すると、こちらの生写真が出てきます。明日はもうちょっと早い時間にできるかもな。ごめんね、今日いろいろ長引いちゃって。そう、さっき帰ってきたんだ。本当は4時間ぐらい前に帰ってくる予定だったんだけど、そういっぱい頑張ってきたよ。くしゃみが出ない。にゃ、やだ、リップついちゃった。くしゃみしてないから。あ、お話し会のやつ言えなかった。メールで言えなかった。隠し、
いろいろ返す。再販ダメだったけど追加があるとは。そうなの、なるさんありがとうございます。多分ね、今申し込んだ方はこの申し込みでお話し会申し込む人は当たると思う。なぜなら一時申し込みと同じ扱いなので1枚しか申し込めないので、私のに申し込んでくれる人が1000人いたら別々だけど、別々、そう、1枚ずつでも来てくれる方はぜひお待ちしてます。いい、どこ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 、そうだ、あとはそうだ、あ、1枚もちょっと申し込みました。さすがー、ありがとう。あ、違うな。ただいまーって言って、あれ、私すいません、ただいまからして、はい、ただいま、はい、ただいまー、ただいま、はあ、お疲れ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 、あ、あったあった、あった、わしてわしてこの中にですね、じゃん、チェキがいっぱい入ってます。ありがたいことにチェキ買いね、完売ありがとうございました。こういうミスショットもあります。真っ白真っ白、なんかメッセージ書けそう。もちろん省きます、ちゃんとこの何も写ってないやつはちゃんと省くので安心してください。何も写ってないやつが当たることはないので安心してください。当たりますよそう、あ、でね、そうだ、で、これね、3分の1、あ、3、嘘ついた、4分の1ぐらい取った、それで4分の1取ったんだけど、まだ4分の1でも、すごい4分の1とか言っててるけど、そうです、3桁は取ってるからね、もう最後にこんなにカキカキできるなんて。そう、前のね、見て見て、このねポーチの中にね、前買ったやつをちゃんと私保管してたの、偉いでしょ。あの、私こういうペンすぐなんかいろんなものに混じっちゃって、結局新しく買うんだけど、でも前回買ったやつをこのまま持ってって、このままこれに入れて、しかもちゃんと棚に入れといたの。えらいでしょ、もっと褒めてみんなめっちゃ褒めてくれるってるのに、もっと褒めて
あ、見れないけど届くの楽しみにしてます。ありがとう、ありがとう、本当に。これいい。いいかな、これは入れないとして、これはちょっと久しぶりにこのペン確かいっぱい振っとかなきゃ。あ、いい感じ、いい感じ。じゃああれだな、これは。あ、結構嬉しい、なんかマネージャーさんがいっぱいミスしてくれたおかげで試し書きができる。ここ見て、また真っ白。あ、やばい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 、またやばい、やばくなかった。ちゃんと STU48 って書こう。スタッフさんの優しさ説そう、練習には持ってこい。可愛い文字、優しい、ありがとう。あ、そんでそんで、はい、あきひろさん、さわさん、てつさん、ありがとうございます。かのんちゃんが来たの？どこどこどこ？おー！終わったのか！お疲れー！お疲れー！1位で終わったかな？わかんないのかな？これはまだ。どうなんだろう？お疲れ様でした。ね、私が見た時はずっと1位だったから。おめでとうございます。忙しい中
合間見つけてしてるのすごいよ、ね、最後ペダルだった。本当に私全然お昼もね見に行ったんだけど、お昼もさっきもちょっと無音で投げた。あ、まだわかんないのか。来てくれてありがとう。滝の隊の皆さんもありがとう。滝の隊なの皆さんもありがとう。写真集10冊買えます。いいよありがとう。その代わりまた会ってね、私にまた会ってね、ご飯に行ってね、またあ、そうそう、ファーストの時もそう、配信で買ってくれたのサイン入りを。サイン入りを、ね、ファーストもセカンドもサインがください。もちろんです。急ぐいかのん様って書きますよ。ぐっちぐっち、かのんちゃんへってメール一気に来た。ごめんね、一気に送ったから。一気に送ったから一気に来ますね。1,2,3,4,5。あ、惜しかった。5通だと惜しかった。惜しかったね。でも四捨五入したら7通だよね。四捨五入したらそれは7通。間違いなく7つ。ゆみりんが言うなら7つ。7つ来ました。7つ来ました。四捨五入と言ったら四捨五入。わあ、いいよ、いいね、ありがとう本当に。はい。そして昨日からまあ私のメールも見てたり、いろんな人から見たり聞いたりしてるかもしれません。昨日からですね、私の卒業コンサートのリハーサルがついにスタートしました。はい、いろんなことがどんどん形になっていって、なんかすごいなーって。いろんなことを実感します。そう、ワクワクね、ワクワクするよね。とうとう始まりました。
いやー、やっぱりリハっていうかレッスンっていうか、レッスンです。レッスンが始まりました。そう寂しさもあるけど楽しみ、ありがとう。いやでもこう、なんだろうな、そのやっぱりやってて思うのが、一部二部あるのってすごいよね、昼夜。うん、昼夜あるのってすごいなって思いました。しかも会場広いねめっちゃ当たり前のこと言うと、やっぱり会場が広いからステージも広くって、すごい早く言いたい、こんなセットで、こんな出取りで、なんか早く早く見てほしいような、もっと時間をかけていろんなことをしていきたい気持ちもあるし、なんかどっちもあって複雑、複雑っていう、そう、セトリ変えるの？あ、セトリは違います、もちろん一部二部昼夜で、うん、同じコンサートではないです。そう、同じコンサートじゃないからこそ、そう昨日リハーサルして改めて2回コンサートがあるのって本当にすごいな、すごいなってめっちゃ一言みたいなリアクションだけどすごいなって思いました。そうだから、ぜひなんか昼だけでいいやとか夜だけでいいやってもし思ってた方とかがいたら、もうぜひ両方見てほしいなって思います。両方ね、あーこれこれ見てほしいよとか、これ楽しんでほしいよみたいなのあったりする。今日撮りました、ありがとう。そうで昼よりセットで見てください。そして今日から海外の方のへのチケットの受付もスタートしましたので、ぜひ、初コンサートなのです。嬉しい、ありがとう。せいやんさん、島根コーストーリーさん、ありがとうございます。両方ユミニシート取れました。ありがとう。本当に嬉しいよ、それは。
シェイ。ということで私はチェキを書いても行きたいなと思ったんですよ。ながらが過ぎるけど、ながらが過ぎることを、あ、これ振っちゃった。どっちに日付書こうかな。23ね、10月17だよね。あ、 ST48 海外選考チケット申し込んだ。マジ？ありがとう、嬉しい、よかった、できて、チケット本当によかった。なかったら来れなかったってことだよね。よかった、みんなにも知らせて、お友達にも。あ、チェキ会合ってる、ありがとう。お友達にも知らせてね、ありがとう、嬉しいわ。間違えた、2027って書いちゃった。見てよ、私の未来の時期、2027 10月17。あ、ちょっとチェキ見えちゃったけど、お花持ってるやつもあります。お花持ってるかもしれないし、持ってないかもしれないし、いろんなお花持ってるかもしれないし、持ってないかもしれない。またミスあったよ。これでまたかけちゃう。いいね。あ、すごい。2027年までST48。わらわら。この、これに書いちゃったから。未来のチェキください。未来の約束みたいです。素敵。確かに。何年後？ 5 年後とか？約しちゃった。4年後か。4年後に届くのかってね。4年後に、めっちゃミスしちゃった。真っ白なやつに書けばよかった。書けばよかった。まだ最終勝ち飛び出てないから。確かに。4年間お世話になります。気が変わったって言ってもええんやで。なるほどね。まあそうだよね、そうだよね。でも私も本当にネタとかじゃなくって、本当に思ってたよ、ずっと。みんなに発表するまでもだし、卒コン発表するまでも思ってたよ、ずっと。ずっと思ってたよ、どうとでもなる、まだって。やっぱりやめたってなっていいんだからねって思ってた。
った真っ白があった。えい。ちょっと真っ白回収中。これはもうすごいな、めっちゃ取らないといけない。まだまだ全然なんか4分の1とかでも なさそうな感じがしてきた。やった、これで試し書きがいっぱいできるぞ。やったね。やったね。私も2027年って書いちゃったしね。私はずっとみんなの心の中のアイドルだから大丈夫、大丈夫だよ、安心して。私世界中のアイドルじゃなくなるけど、みんなのアイドルはやめないから安心してください。買えなかったから白紙でも欲しい。それは可愛い。確かに確かに確かにってなんだよ。私でもね、これ白紙が多かった理由知ってる。なんかマネージャーさんが残り1枚の時によくあと1枚あるっていうのをガチャガチャガチャって開けて確認してたから。いや、あんまりフィルムのやつってさ、そこ開けでいいのって思いながら撮ってたから、で結局映ってないやついっぱいあるから、絶対それだよねって絶対それだよね、絶対さ、フィルムのさ一個残っててさ、まだあのまだ残ってるって言ってたやつだよね。え、そうだよね。いや、攻めるんじゃなくって、攻めるんじゃなくて、多分マネージャーさん知らないから、これからみんながチェキ会始まるときにまでに言っとこう、いやかなって思ってたの。そうだよね、きっとこれからね。私はいいのよ、私はまだ撮るからいっぱい、私でね、ミスいっぱいミスしていっぱいね、次に生かしていきましょう、お互い。だからそうなの、伝えてあげなくっちゃ、同じ過ちは繰り返してはならぬ。明日いるかな。明日いなさそうだな。書いていかないと多分私そう、あっという間に当日になってね。これ私当日ね書くの多分間に合わないの、いつもね結局ねギリギリになっちゃってね、バタバタしちゃうんだ、機会の、ね、前に。だからもう書いとこ、この配信の時間を使うんかいって話だっけ。あれだよ、こうしようよ、私は配信を終わってチェキを書くつもりだった時間、今は。ただ配信を私がすることによって写真集をがチェックできちゃう人がいる。けいちゃんさん、ありがとうございます。
ート開けとかなきゃ、そう、カート開けとかなきゃ、遺跡団長、私もチェックしてもらえて、みんなもひょんなことからチェックできて、そして私チェキを買い付けた。確かに遺跡団長すぎる。忙しいからいい。ありがとう。でもみんなも忙しいよ。みんなも忙しいのにね。見てくれてありがとう。配信。ありがとうだよ。本当に。ありがとうだよ。配信活用、そう、配信フル活用させていただいております。はい、ミスしたやつ。これ、今ここにいらないかもね。もう片付けられて一石四鳥、だ一石四鳥です。一石四鳥なう。ももちゃんさん、ありがとうございます。これはかけすぎだな、そしてなんと卒コンの宣伝までしちゃうなんて、もう本当に全世界がびっくり。
できる人すぎて優しい、みんな褒めてくれてありがとう。テロップなんて私がただただつけてないだけなの。本当はつけた方がいいに決まってるのに、つけないのとか言わないでくって、いつもありがとう、ね、ありがとう。サインを書くこともないのかもしれないな、このサイン。チェキ会のチェキを書いてます。途中から来たあなたへ、チェキ会のチェキを書いています。この配信から写真集を申し込むと1週間限定でこちらの絵柄の生写真がつきます。もうここでしか手に入りません。あと11月3日広島グリーンアリーナで卒コンあります。来てください。私のテンプレ完了。流れるような PR、 流れるような PR、 ちょっとこれかぶりすぎだからダメかも。さすがに私こうやって顔にかぶせるの好きなんだけど、ちょっとさすがにかぶりすぎだった。さっきのやつ、蓋なくなったね。え、あった早い、なんと早い、とこんなに早いなって神様がすぐ見つけてくれたに決まってる。私のうっかりとかじゃなくて、神様も飽きれるくらいに24時間お願いしてるよ。寝てる時も来てる時もずっとそのことばかり、神様がこの夏まで静かくてごめん、それでも君だけは諦めきれない。ちょっと出ちゃった。はい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 、ごめんね、ここ下に袋を置いてて、あ、スタッフ、あた、出て、はい、お待たせです。カクテル、
新しいの出します。飛行機飛んできたね。ありがとうね。消える前に読むね。あなたが消える前に。あ、来そう来そう。頑張れー。お、染みてきたよ、染みてきたよ。あ、染みました。完了。染みました。ジョンさん、ありがとうございます。新品なんだね。そう、新品。ちなみに銀もいっぱい使うから新品がまだあるよ。安心してね、みんな。しかもいろんな色もあるから安心してね。いろんな色が当たりです。全部の色が当たりなのでお待ちくだされ。これも顔にかかりすぎてダメだ。やっぱりね、私顔にかかるの好きなの許して、ね、そういう片目見えないとか系好きなのよ。お花で片目見えないってマジ可愛くない、ね、超可愛くないですか。お花に合うの、私お花好きだから、お花好きだからお花に好かれるのは嬉しいな。いつもね、これぐらい前から準備してるのにね、本当にね、毎回間に合わないの。全然チキ、何なんだろうこのチキの法則。だってあと1週間あるよね。1週間あるのに、多分ね、今回もね、こんなに前からやってんのにギリギリだと思う。謎だよね、本当に謎すぎる。大変だよね。大変ではないかな、全然大変ではないんだけど、ただ時間がないと大変かもな。書くのがしんどいな、大変だなっていうのは一切ないんだけど、ただもしこれを明日の朝までに書いてって言われたらちょっと大変かも。でも全然自分の時間を自分で使って
けるから、それは大変じゃないかな。自分で工夫して時間見つけて書くのは結構楽しい。私サイン書くのがもともと好きだからね。嫌とかじゃないか、大好きだから。そう、サイン書く系は時間なかったらでもちょっと大変かもな。そういえば今週めっちゃ忙しいのに、今週中みたいなのだと、そう大変だなって。私いっぱいある時間もあるより、ちょっとしかないでも時間もないの方が大変だと思っちゃう人。時間に余裕を持つとなんか心にも余裕が生まれる。全てはだからもう時間で決まるな、私の大変さは。逆にどんなに大変でも、確かになんか朝一で大変じゃない、一般的な大変じゃないことより、朝早くないけど超大変なことの方が大変じゃない感じする。朝早いと何でも大変になっちゃう。早起き苦手すぎて。ドラさん、ジェンジェンさん、キャピさん、ヒロちゃんさん、ありがとうございます。お、そして今日が1時間ぐらいで終わっちゃいますね。喉が鳴った。
後ろの写真は船内ですか？そうです。丸。今日ね、帰りにスーパーに寄ってつばさを授けようと思ったらなくって売り切れてて、超大人気。あらあら、そう、2日連続で、まあ言うて今日2本飲んだんだけどね。大丈夫、でも飲みすぎとかは大丈夫。私本当にそう、頑張ってる時頑張ってる時だ、頑張ってる時頑張ってるだけだから、本当に。そう、今はちょっと頑張らせて。割と授けてた。そう、あ、マスカット味も出てるのかな。あ、あった、マスカット味と、あとライチ味もあったよ。そう、マスカット味最初に見たの沖縄で、え、沖縄ってマスカット味あるのかと思ったら、全然なんか広島帰ってきてもあった、あった。普通になんかそのタイミングで新発売を見かけただけだ。沖縄限定とかってさ、いっぱいあるからさ、なんかわかんなくなるよね。わら、シークワーサー味確かに合いそうだね。確かに確かに。とりあえず今サインだけ書いていってます。とりあえずサインだけ書いていってて、また日付を入れたりメッセージを入れたり名前を入れたい。あ、自分のね、みんなの名前は当日入れます。ちなみに、ほいでほいで、ほいで、ペン吉さん、ありがとうございます。よいしょ。ポッポッポッ。
ぽぽてーん、23時になりました。やっほー、23時になりました。あ、ゲットしましたね。ありがとう、ゲットしてくれて。お楽しみ届くの、抽選で30名様には直筆サイン入りです。当たるかな、どうかな。発送は、当選は発送を持って返させていただきますです。しゅんさん、おかぴーさん、ありがとうございます。ありがとう、しじ。チケットがどこにでも買えるようになったよ。待ってるように読んで見て、手に手がキラキラしちゃった。書いちゃった。手大丈夫？もうダメかもしれない。キラキラしてちゃダメかもしれない、うん、キラキラしてダメかもしれない。キュキュ、はい、あ、結構書いた。
変な顔して怒られちゃう。変な顔したら怒られちゃう。よし、サインは終わった。4分の1のサインが終わりました。はい、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 サインだけだよ。まだこれに自分の名前と日付とみんなに一言を書いていくから、もう私どれくらいから書いてる ?1 時間ぐらい、1時間ぐらいかな、10時間ぐらいな気がしないね。そんな気がするよね。まあ喋りながらだけど。ってことは4分の1のサインを書くのに1時間かかって、多分自分の名前を入れるのに1時間かかって、一言入れるのに1時間弱4分の1で3時間だから12時間かかります。12時間かかる、めっちゃかかるしなって思うかもしれないけど大丈夫、来週全然、来週まだ心の余裕がある。1日でやると半日だけど、ってことは半日休みの日じゃないとできないじゃん。お休みの日にってなると、もう私寝る時間どころか寝る時間削っても足りないぐらいになっちゃうから、12時間寝ないからね、いつもね。だからこれ配信しながらやった方がいい。そうだよね、ごめんね。だから配信しながらやらせてもらいました、ね、配信終わってからとか寝る時間削っちゃうことになっちゃいそうで、48って名乗るのがもう少なくなっちゃうから、書いてかな。寝てる間に小人さんがやってくれるといい。そしたら私のサインじゃなくなっちゃうから、私の直筆じゃなくなっちゃう、小人さんの作品になっちゃう。それはね、私が書くことに意味がありますからね自分で言うのもなんですが、
携帯みたいな音したけど、なんか私のお腹の音な気がする。ボロって、何の音だっけな、あれ、ボロロみたいな。あ、ツイッターさ、引っ張った、引っ張る音かな、あれ。ちょっと待って、ちょっと待って、音出して引っ張ってみる。なかった。なんない。あれ。ちなみに明日は、明後日がめっちゃ早いので、そう、鬼早さんなので、ちょっと12時までは配信できないです。その分早く始められたらいいな。マイナスで、いや、もうすでにマイナス。てか私この時点で4分の1チェキ取ってる時点でマイナスなのよ本当は。この枚数取るのにも1時間ぐらいかかったかな。すごい時間かけてやってます。なぜならみんなも申し込んでくれたから、どんなに時間がかかってもちゃんとやりたいから、安心して。沢さん、ありがとうございます。私はこれを返すことぐらいしかできないけど、ね、いっぱい感謝を
伝えていきたいです皆さんにね。こうしてこうしたらいいか。はい、大丈夫大丈夫。
ルームヘアさん、ありがとうございます。私このペースでいくと多分配信中に名前が記号ある気がする。あと一言書くだけ、一言書いたら4分の1が終わるけど、逆に私配信中ずっと書いてることになっちゃう。これから先ずっと、これから先ずっとって、あのなんつーか、今日あと30分間なんつーかなんつーか、明日あれでしょ、そして明後日あれでしょ。あ、大変だ。なくなっちゃった。
1万盛り上がってる、1万ありがとう、盛り上がってくれてありがとう。だよ。あと一言入れていくだけだけど、もうちょっとなんか後でやろうはバカ野郎だけど、今日はカキカキはこれで終わろうかな。いつの間にか半袖になっていた。なんか意外と1週間あるんだけど1週間なくって、多分明日とだか、私書くのはこうやってできるんだけど、取らないことにはあと4分の3さ、取らないと書けないじゃん。ほんで取れるのって思った時にちょっと危うかった。そうそうなの、そうなの。チェキはさ、いつから始まるの？このチェキ会自体は。なんか書くのはさ、夜中とかでもできるけど、夜中にマネージャーさんとこ行って撮ってもらうわけにももう行かないからね。あ、18時から。あ、私じゃなくって、なんか一番早い人は何日からやってるの？チェキ
会自体、全体のチェキ会自体、早い子は何日からなの？2日前ぐらい、月曜日からやってるんだっけ？13から？あ、もうやってるね、もうやってるね。もうじゃあ実質やってるね。毎日あるよね、毎日やってるよね。はいはいはい、そんでちょっと待ってね、今日何日だっけ。はい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 、あーこれいいかな、これがこれかで、これがこれで、これなんだろう。あー、もう、うわー早いな、もうクリアリーになっちゃう、大変、もうグリアリになっちゃう、私早すぎるわ。あっという間なんだろうね、あっという間なんだろうな、もうあっという間だから、今後もあっという間なんだろうな、いろんなこと。ちょいちょい、ちょいちょいちょい、あなたと私に、あ、よいしょよいしょよいしょ、はい、ただいま、はいはいはい、一回溶けたやつ固めたけど大丈夫だよね。アイスいただきます。うん、うまっ。あ、メロンかな、メロンっぽい。一回ちょっと出ろってなったやつ壊れましたけど、あ、写真と同じだ。あ、
ほんまや。うん、おいしい。バリアスって最高だわ。メロンっぽいな。メロンっぽい。メロンのフレーバーあったかな。でも新期間限定っぽい色してる。うん。オールさん、OWL さん、ありがとうございます。おいしい、おいしい。
そうさまうさ。食べ終わった後にアルコール。えらい、いや普通逆座やから、ね、食べる前にしないとダメだからね。そう、あこれマシなやつ、マシなやつ、これがねむせるやつ。これはねお部屋のミストだから。あでもなんか遠くにやったから全然むせなかった、ごめんごめんって。すごいいい匂いなんだ。久しぶりに振った。なんか中にも入ってて、すごいいい匂いなんです。あ、W 使っちゃった。いいよ。いいよ。使っていいよ。使っていいよ。使っちゃダメやけど、使っていいよ。ダメだけどいいよ。今やっぱり書きたいなって思い始めて勝手に書いてる今。偉すぎる、ごめんね、本当にこれはちょっと苦手な私を許して。そう書きたいなって思ったから書きたい時に書かなきゃね。
やばい、このまま12時になって切れちゃいそう。私ありそうじゃない、私いつかさ勝手に消えてそうじゃない、みんながコメントでやばいやばいやばいって言ってるけど、なんかね、お見送りしますその時は見守りますそしたらみんなでバイバイしとく、みんなでみんなに、そう配信消えたことに気づかれた人ありがとうね。で、あ、え、あ、はーってなってさいつかね、あったらダメだけど、あったらおもろいね。いつかありそうだな、私のことだからね。ありそうじゃないもんだか、最終便かな、どうかな。すずむんさんありがとうございます。あ、そうだ、おーね、速報、私ね、アマゾンとセブンネットと楽天ブックスの写真集ランキングをブックマークしてホームに貼ってるんだけど、アマゾンのタレント写真集、最新リリースランキング4位、売れ筋ランキング5位です。ありがとうございます。やっと写真集でした、私やっと写真集です。ありがとう、みんなのおかげでやっと写真集のランキングに入ることができました。やっと登場しました、ありがとうございます、嬉しいなあ。でも相変わらずカメラビデオカテゴリーで1位らしいです。ありがたいね、うんうん、そうやっとランキングに入りました、みんなのおかげありがとう。
ていうことで、なんだかんだもう50エリックセンさん、ありがとうございます。ありがとう。あと2分ぐらいしたらじゃあ壇上読みますね。早いね、あっという間だったね。ありがとう、お誕生日お祝いしてくれてありがとう。みーちゃんのお祝い一番だった。そう、みーちゃんのお祝い一番だったって。やった、ポンチ。本当に時間経つのはあっという間。私リップ塗っちゃったから、あとちょっとねお好みも塗ったから、配信終わったらすーぐメイク落としてパパパパってやって、パーンってやってパツサーンってやって、そう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 、おやすみってできるように頑張ります。みんなも早く寝てね。もうお風呂に入ったかな、歯磨きしたかな、髪乾かしたかな。もう布団の中です。最高すぎる。じゃあ壇上読みます。13位ハマジーさん、ありがとうございます。12位こうしてカープさん、ありがとうございます。11位キョンシーさん、ありがとうございます。10位リーブさん、ありがとうございます。9位ドラムさん、ありがとうございます。8位レモン78さん、ありがとうございます。7位ビルトオーソさん、ありがとうございます。6位コーラさん、ヤミリンは自分の永遠のアイドルです。誰だろう、ありがとうございます。5位ヒロピーさん、ありがとうございます。4位笠置さん、ありがとうございます。3位ひでさまさん、ありがとうございます。2位おっくんさん、ありがとうございます。そして1位はカープ HK さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、写真集もですがお話し会もあるのでぜひお待ちしてます。わさわさそう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 、今日写真集買わなかったよって方、明日もあるから待ってるよ。明日も多分配信はあります。はい、ということでよろしくお願いします。明日も明日とてとて、ね、やったやった。9枚完成しました、チェキが。今日ありがとうございます、皆さんのおかげで今日中に9枚チェキが完成しました。
やったマイナスだマイナス9枚もやったね、はい、こんな感じで一つ一つ丁寧に書かせていただきます。ありがとう、たくさん申し込んでくれて。早めに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 ありがとうございます。はい、ということで、また明日ショールーム特典付きの配信っていつとか心地あるん、私の配信自体がいつでもなので通知取ってくれてたらあれです、あれあれです。私は特別配信とかじゃなくてもう普通の配信で買えるようになっちゃってるので、今買っても特典はつきます。明日買っても特典はつきます。ぜひ通知オンにフォローしてたらいいかもね。はい、それでは最後までありがとうございました。明日みちっち頑張りよみりん、それではおやすみなさい。バイバーイ。前髪、おやすみ。前髪、おやすみ。